いただきます。どうも、パンケーキこと岸優太と申します。今回は、昨日の動画の、合間の、モンガラキャンプ場が来た試合なんですけど、そこでこんな感じでランク3とかランク7の、ちょっと、初心者っぽいランクの方がいたので動画を回しております。それでは、どうぞ。モンガラキャンプ場なんやが、ねえ、ネギトロしたいって言うとそうなるよね。てかさ、ランク3とか、ランク7の子がいたんだけど、可愛いかもしれん。え？一瞬、止まってんのかと思った。ほら。設置しときの、センサーハキーのなんかやったんだけど、え、スプリンクラー死んだ。さあ前詰めてけ、いるぞ。なんかおらー、めちゃくちゃ、見えんかった。ボムちっさくない？全然見えんかったよ。そうそう、捨てジャンを積んでるから、こうやって飛んでいくといいですね。忘れてた。ゾンビ捨てジャンであることを忘れていた。え、なんか止まってる。大丈夫か？元気出せ。元気出せよ。大丈夫だ、お前は。え、なんで止まってるの、あの人。どうしたんだろう。息承知してる。あ、消えちゃった。してる。あ、消えちゃった。ああ、かわいそうに。親に呼ばれたのかな。かわいい。あそこでずっと撃ってる。あ、てか、めっちゃ初心者ギアじゃない？めっちゃかわいいんだけど。かわいい。頑張れ。頑張れ。あそこから動かないんだけど。かわいい。あ、水門閉まる。センサーあげよう。全然動かない。あそこから一歩たりとも動いてないけど。あ、なんかやっちゃった。ボムラッシュだ。ごめんね。ごめんよ。なんか相手一人落ちちゃってるからな。あんまりやりすぎるとなんかランク7の子とかも多分相手にいるから、あんまりやりすぎると、スプラトゥーン、やめちゃうかもしれない。なんで？なんで倒す気なかったのに。倒す気なかったのに。ありゃー。ありゃりゃのりゃー。ほいほいほい。僕とジャガイモ以外キル取ってないんやが。どういうこと？